一番。女の学生と先生が話しています。女の学生は、レポートのどこを直しますか先生、レポートを書いたんですが、これでよろしいでしょうかあ、もう書いたんですか早いですね。内容は後で見ますね。タイトルの書き方はこれでいいですかうん、問題ないですよ。 これでいいでしょう。ありがとうございます。他は、名前も書いてあるし、番号も書いてあるし。でも名前は名字も書いてください。それから、科目名が間違っていますね。この授業は世界の文学ですよ。日本じゃなくて。あ、すみません。それを直してもう一度出してください。はい。 女の学生はレポートのどこを直しますか 2>, ?2 番会社で男の人と女の人が話しています女の人はどうやってドアを開けますか 佐藤さん、今日からお仕事をお願いすることになりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず、部屋の入り方を説明します。部屋の出入り口には安全のために鍵がかけてあり、関係者以外は入れないようになってます。はい。私たち社員は暗証番号を押すか、人差し指で機械に触れてドアを開けるんですが、佐藤さんはアルバイトですので、こちらのカードをお使いください。 このカードを機械に入れるとピーッと音が鳴ってドアが開きますので。はい。女の人はどうやってドアを開けますか 3番。女の人と男の留学生が話しています。男の留学生は土曜日何をしなければなりませんかあ、リーさん。今週の土曜日にこの町でお祭りがあって、私たち店を出すんだけど、よければちょっと手伝ってもらえないお祭りですかいいですね。何を手伝いましょうか料理は得意 焼きそばは作れるあんまり得意じゃないですけど。ラーメンなら作れます。そう。うーん。ラーメンはメニューにないから。じゃあ、D さんは注文を取ってもらえるはい。それから、金曜日のお昼頃、もし時間があったら、買い物に一緒に行ってもらいたいんだけど。ああ、昼間は授業があるんです。夕方なら時間がありますが。そうか。 じゃあ、無理ね。じゃあ、それはいいわ。土曜日、お願いね。はい、わかりました。男の留学生は、土曜日、何をしなければなりませんか 4番。博物館で先生が学生に話しています。学生はこの後まず何をしますかはい、皆さん。これからお茶の博物館を見学します。この博物館の1階ではお茶の歴史を勉強することができます。2階ではお茶についての映画が見られます。3階では 実際に様々な種類のお茶を飲んで味を比較することができます。これは皆さんの分を予約してあります。予約の時間まであと10分しかないので3階へ急ぎましょう。それからお土産は1階で売っています。買いたい人は見学の後で買ってください。 学生はこの後まず何をしますか ?5 番レストランで男の店長とアルバイトの人が話していますアルバイトの人は今日 何をしなければなりませんかおはようございます。えっと、田中さんは今日が最初の日ですから、テーブルの食器を片付けることからお願いします。はい。来月くらいから注文を取ることもお願いします。それまでにメニューを覚えてください。はい。ランチの時間の後はいつもお客さんが少ないので、 その時にメニューを見ておいてください。早速今日からお願いします。はい、わかりました。それから他の仕事に慣れてからレジの使い方を教えますね。はい、わかりました。じゃあよろしくお願いします。アルバイトの人は今日何をしなければなりませんか 6番大学で女の先生と男の学生が話しています。男の学生は、まず、何をしなければなりませんかもう卒業論文のテーマは決まりましたか確か、インターネットを使った広告がテーマでしたね。はい。私の国と日本の比較を中心に書きたいと思ってるんです。そうですか。 論文に関係する本など、資料は読んでみましたか探してみたんですが、見つからないんです。そうですか雑誌や新聞の記事も、いい資料になると思いますよ。自分の国の雑誌や新聞も調べてみたらどうですかわかりました。じゃあ早速。あの、広告研究所っていうのがあるみたいなので、話を聞きに行ってみようと思うんですが。研究所にね、 もう少し勉強してから連絡を取った方がいいと思いますよ。はい。広告関係の仕事をしている卒業生がいるから、もう少し資料を読んだら紹介しましょう。一度先輩の話を聞くといいですよ。ありがとうございます。男の学生は、まず、何をしなければなりませんか 一番。女の人と男の人が話しています。男の人がシャツを選んだ一番の理由は何ですか 中田さん、そのシャツ、とても素敵ですね。ありがとう。この色、最高でしょ買おうと決めたのは、この色なんだ。ほんといいですね。たまには気分を変えようと思って、着てみたらサイズもぴったりで。その襟の形、今、流行のですね。あ、そう知らなかった。高かったんじゃないですかいや、安かったよ。 男の人がシャツを選んだ一番の理由は何ですか 2>, ?2 番女の人と男の人が話しています男の人は今勤めている会社は どんなところがいいと言っていますか久しぶり 会社変わっったんんだだてそうなんだ今の会社は残業がなくて毎日同じ時間に帰れるんだよふん前の会社は一流企業で給料もいいって言ってたのにうん確かにそうだったんだけど毎日家に寝に帰るだけだったんだ大変だったんだねじゃあ今は満足してるのうんでも通勤時間が短ければもっといいんだけどね 男の人は今勤めている会社はどんなところがいいと言っていますか ?3 番男の学生と女の学生が話しています男の学生は 子供の時、何になりたかったと言っていますかあれ、何の勉強をしてるの 公務員試験の勉強。来年試験を受けようと思って。中村くんは卒業したらどうするの僕はやりたいことがまだ見つからなくて。子供の頃は夢があったんだけど。もしかして、医者確かお父さん、お医者さんだよね。うーん。兄は子供の時からずっと医者になりたいって言ってたけど、僕は全然。そう。僕は小学生の時、 国語の本を読むのが好きで。授業の時、みんなの前で大きい声で読むといつも先生が褒めてくれて。それでアナウンサーになりたいと思ってたんだ。じゃあ、チャレンジしてみればいいじゃない。いや今はもう。あ、それじゃあ国語の先生は中村君人に説明するの上手だから、きっと合ってるよ。え、そうありがとう。 男の学生は子供の時何になりたかったと言っていますか ?4 番ラジオで女の人が話していますコンサートのチケットはどのように申し込みますか 次はコンサートのお知らせです。来月20日午後2時から親子で楽しむクラシックコンサートが行われます。会場は桜体育館です。チケットをご希望の方はインターネットで番組のホームページからお申し込みください。電話では受け付けておりませんのでご注意ください。チケットは郵便かまたは当日 会場の窓口でお受け取りになれますので、お申し込みのときにお選びください。大人2000円、子供1000円です。コンサートのチケットはどのように申し込みますか 5番、留守番電話のメッセージを聞いています。男の人はいつまでに電話してほしいと言っていますか もしもし、お疲れ様です。営業部の中村です。明日の会議、1時半からですよね。実は急な用事ができてしまって、その時間に間に合わないかもしれないんですが、ちょっとご相談したいので、このメッセージを聞いたらお電話いただけますか。今日は3時半から会議があるので、できればそれまでに、ご連絡お待ちしています。では、 男の人はいつまでに電話してほしいと言っていますか六番女の学生と男の学生が話しています男の学生は海外旅行で

うん。長い休みの時はいつも海外へ行くことにしてるんだ。へーん。ねえ、今回はどこに行くのインドへ行くつもりなんだ。特に計画は立てずに向こうに着いてからいろいろ決めようと思って。僕は観光地に行くより地図を持って自分の知らない街を歩くのが好きなんだ。ああ、外国語ができるからもし道に迷っても人に聞けていいよね。いや、できない言葉ももちろんあるけど。 それは、ジェスチャーや、地図を書いて伝えればいいし。結局、道に迷うこともあるけど、それもいい思い出になるよ。すごいなあ山田さんは旅に慣れてるから、リュックサック一つでどこでも行けるんでしょいやあそういう人が羨ましいよ。僕もそうしたいんだけど、荷物の準備では苦労してるんだ。あれもこれも必要だと思うと、つい荷物が増えちゃうんだよね。え、意外。それで、 お土産もなるべく買わないようにしてるから期待しないでね。わかった。帰ったら楽しい話聞かせてね。男の学生は海外旅行で何が大変だと言っていますか 一番大学で男の人が留学生に話しています。皆さん、学生センターからお知らせします。卒業が決まって国に帰ることになったら色々いろいろやることがありますから気をつけてください。荷物を国に送ったり銀行の口座を閉じたりしなければなりません。電気や水道、ガス、 それから携帯電話の会社にも忘れずに連絡してください。それと、先生にはお世話になったと思いますから挨拶に行きましょう。帰国後も連絡が取れるように学生センターに連絡先を教えてください。男の人は何について話していますか一 留学するための方法。2>, 2、留学してからすぐにすること。3、帰国する前にすること。4、帰国後の生活の注意点。 2>, 2番。会社で女の人と男の人が会議について話しています。すみません。ちょっといいですか来月の会議のことで相談があるんですけど。何の会議あの、海外に新しい視点を作る話の。ああ、あの会議ね。確か15日だよね。はい、そうです。それでメンバーなんですけど、 この前の会議に出てた人と同じでいいでしょうか。そうだね。あ、だけど、今度の話は吉田さんにもいてもらった方がいいな。そうですね。じゃあ、お願いしてみます。うん。都合が合わなかったら、日程を決め直さないといけないね。そうですね。わかりました。女の人は、 何について相談していますか 1, ?1 会議を開く場所 2, 2会議で話す内容3会議に出席する人4会議の日程 3番テレビで男の人がホテルについて話していますホテルは食事とか演奏会とかいろんな使い方があっていいと思います例えば私は仕事でよくホテルに泊まるんですが先日はある会社のベッドが使ってみたくてその会社の最新型のベッドが置いてあるホテルを選んだんです 買う前に実際に使えたのでよかったです。皆さんもそれぞれ自分の目的に合わせてホテルを使ってみてはどうでしょうか男の人は何について話していますか <S ?1, 1 <S ホテルのいろいろな利用の仕方二。 ホテルでの仕事の仕方。3。よく泊まるホテルの部屋。4。ホテルでの買い物。1番。友達が本を読んでいます。 何の本か知りたいです。何と言いますか ?1、何か読むものある <S ?2, 2、本読んでみたら ?3、何読んでるの 2番、2> 友達のうちでトイレに行きたいです。何と言いますか ?1、トイレに行ってきたらどう ?2、2> 手を洗ってきたところだけど。3>, 3、トイレを借りてもいい 3番会議でみんなに机の上の資料を見てもらいたいです。何と言いますか 1, ?1 資料をご覧ください 2, 2資料を拝見します3資料を見せてくださいますか 4番。約束の時間より早く着いたので、ここで待ちたいです。何と言いますか ?1。1> あの、ここで待っていただいてもいいですか 2>, ?2。あの、ここで待たせていただけませんか ?3。あの、ここで待ったらいかがでしょうか 1番 1> 山田さんに用事があるんだけど見なかった ?1 教室にいたよ 2, 2特に用事はないよ3一緒に見ようよ 2番、2> 昨日はせっかく映画に誘ってくれたのに行けなくて悪かったね。1、それは残念だね。2、2> ああ、気にしないで。3>, 3、本当にごめんなさい。 3番。あ、山本さん、ご無沙汰しています。お元気でしたか ?1。どうぞ、お大事に。2>, 2。ええ、本当に久しぶりですね。3。3> 昨日はあえて楽しかったです。 4番、飲み物はコーヒーしかないんですけど、いいですか ?1、1> コーヒーじゃなくてもいいですよ。2、じゃあ、お茶をもらえますか 3>, ?3、あ、コーヒー大好きです。 5番。あの、この書類について、いくつかお伺いしたいことがあるんですが。1。1> はい、何でしょうか。2>, 2。特にありませんけど。3。さあ、いくつかわかりません。 6番。いらっしゃい。お待ちしていましたよ。どうぞお入りください。1。ぜひいらっしゃってください。2。2> では、お邪魔いたします。3>, 3。いえ、待っておりませんが。 7番。一緒に行くって約束してた研究会、僕行けそうにないんだ。1。1> 研究会、中止になったの 2>, ?2。よかった。一緒に行けることになって。3。え何か別の用事が入っちゃった 8番。あの、すみませんが、この山ではゴミを持ち帰っていただくことになっていまして。1。1> じゃあ、持って行っていただけるんですね。2>, 2。いえ、せっかくですが、結構です。3。あ、ここに捨てちゃいけないんですね。 9番。説明会でお客様を怒らせちゃったこと、課長に話しといた方がいいんじゃない ?1。確かに言わない方がいいね。2>, 2。そうだね。早速報告するよ。3。3> どうして課長に話しちゃったの